皆さんこんにちは。こんにちは。今日はイワシのコチュジャン照り焼きです。イワシって包丁で三枚おろしにするんじゃなくて、実は手でね、おろす手開きっていうやり方でおろせる魚なんです。そのイワシを今日は甘辛でちょっとピリ辛な韓国風の料理にしてみたいと思います。イワシの手開きの方法もね、しっかりとお伝えしていきます。丁寧に紹介します。ぜひご覧ください。テキストは39ページです。イワシのコチュジャン照り焼き、ご紹介します。では木島先生お願いします。じゃあイワシを触る前に、まずは合わせ調味料から準備していきましょう。今ね、ボウルの中にね、コチュジャンが入ってます。大さじ1です、はい、コチュジャンがベースになるんですが、さらにちょっと甘みを加えて照り焼き風にしたいので、今みりんを入れました。みりん大さじ1です、はい、でちょっとね、こういう固いコチュジャンみたいな固い調味料は伸ばしながら混ぜていくといいです。そしてお醤油大さじ2分の1です。お醤油が入ると味がぐっと引き締まりますよね。で、ある程度混ざったら最後にお水を加えて伸ばすと。水大さじ4です。はい、こんな感じです。はい、先に合わせておくと、まあ後で慌てないで済みますからね。はい、はい、そして今日の主役のイワシですね、うん、はい、頭腹ワタ除いたもの4尾です。あのお魚屋さんでも頭と腹ワタ取った状態のものを買ってくると、すごくここからやりやすいと思います。今日はここからやっていきましょう。で、ここからですよ。まずは手開きのやり方をご紹介したいと思います、はい、イワシ、まあ、お魚何でもそうですけど、ここに大きい骨があります。この骨に沿って指を入れて身を外していくっていうのが手開きの考え方。まずやっていきましょう。ここの真ん中の大きい骨の脇に親指を当てます。親指をこういうふうに当てる、ね、ここ今当たりました、はい、そしたらこの向きでいこうかな。このまま親指を頭から尾っぽの方に進めていきます。ピピピピ、はい、常に、親指のお腹の部分で骨のを感じながらいきます。で、下の残った身もこのようにビーッと外していく、はい、こうすると今ね、こうだったものがこの骨を境にパカンと開いたような状態になります、はいはい、そうしたら続いてやりたいのが、この大きな骨を体から離す作業。骨の先っぽを右手でこういうふうにつまみます。つまんだらこのまま身をしごきながらこのようにピーッと外していく。身は食べるところは多い方がいいですから。そう、なるべくしごき取って骨に肉を残さないということですね、はい、で、ここで切り外します。はい、はい、外れました。そしたら続いてこのね、腹骨の部分、これをそぎ取ります。こうですね、ピーッと、はい、これで外れました。逆側も同じように腹骨を削ぎ取ります。こうです、はい、なるべく無駄なくね、はい、これがいわゆる手開きができた状態です。で、今回もう一手間ちょっと一個やりたいのが、皮の方を見てみるとここに背びれがあるの分かりますよね。これ、はい、この背びれが硬いんですよ。なのでこの背びれを落とすやり方を紹介します。背びれの脇に包丁を乗せて、まず縦半分にこのままピーッと切ります。はい、これで、はい、で、この背びれのところをつまんだまま背びれだけ切り落とす、真ん中だけ切り落とす。こうするとこの硬いところが取れました。はい、これで残ったこの身の部分はあまり骨のないね、食べててもあまり気にならない部分ばっかりです。はい、はい、これをペーパーで挟んで水気をまず拭きましょう。で、小麦粉をまぶしていきます。はい、小麦粉は大さじ1用意しました、はい、ここから焼く準備ですね。小麦粉をまぶしつけて余分な粉をはたき落としておく。はい、ではこれを焼いていきます。はい、今フライパンにごま油小さじ2を引いて、皮目を下に並べて火かけて、イワシを今焼いている状態です。皮目が下ですね。うん、皮目が下です。で、これちょっと裏返してみますね。よいしょ、こういう風にね、焼き色がいい感じでついてます、はい、OK、 これどんどん裏返していきましょう。皮目がやっぱりパリッとして美味しいですよね。美味しいよね。やっぱ皮から先に焼いておくとちょっとね、生臭みも抑えられるような気がしてます。で、この油が多く出ていれば、こういうペーパータオルでね、余分な油拭き取ってください。はい、まあ、今日ぐらいだったらこのままでもいいかなと思ってます。そしたら身の面を少し焼いて、はい、焼いたらさっき合わせておいた調味料を入れていきましょう。はい、コチュジャンのタレです ね、はい、
合わせます。でフライパンを少し傾けて水たまりを作ってここで一回煮立てる。水、コチュジャン、みりん、醤油のタレです。はい、このねちょっとピリ辛のタレがねイワシとすごいよく合うんですよ。コチュジャンも合うんですよね。合うんです。イワシって本当世界中にいるお魚なのでいろんな各国の味付けがある、なのでそれを楽しむってもねいいですよね。はい、はい、いいですね。こんな感じで煮絡めていきます。あいいねいいね。はい、では煮汁にとろみがついてこう照りが出てきました。では盛り付けていきましょう。こちらにお皿用意してあります。付け合わせのレタスは千切りにして水にさらしパリッとさせたものです。うん、このね熱々のイワシをレタスと一緒に食べると美味しいんですよね。はい、イワシの香ばしい香りとコチュジャンのねピリッとした、ね、とっても合うんですよね。はい、では材料のおさらいです。2人分の材料です。イワシ4尾、小麦粉大さじ1、レタス6分の1個、水大さじ4、コチュジャンとみりんは大さじ1ずつ、醤油大さじ2分の1、煎り白ごま、ごま油もご用意ください。仕上げにねごまを振りました。でイワシの手開きって慣れてくるともうどんどんできちゃうんですよ。なのでまずはチャレンジしてもらいたいですね。自分で手開きできると一層美味しく感じますしね。ぜひお試しください。